はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、マスクを解禁したらやった方がいい髪型3選をご紹介していきたいと思います。はい、ということで、もう5月からね、マスクをつけなくていいみたいな感じでね、言われてると思うんですけど、僕ちょっと若干花粉症があったりもするので、もしかしたらつけてるかもしれないんですけど、やっぱつけなくなった時に、多分ね、今までの髪型とね、今後また、普通にちょっとマスクをつけない時の髪型、ちょっとね、個人的にはやっぱこうお客様をこうね、髪の切らせていただいてて、やった方がいいかなということをね、今日ちょっとね、3つご紹介します。まず1つ目は、顔周りだったりとか、やっぱりこうもみあげの部分の遅れ毛を作った方がいいかなって個人的には思います。なぜかというと、やっぱマスクをつけた時ね、こうここら辺の部分って結構こう遅れ毛を作ったりとか、もみあげを短くして、アレンジした時に可愛くしようみたいな感じでね、切られてる方多いかなと思うんですけど、やっぱマスクしてると、なんかちょっとこう髪の毛がこうふわっと浮きすぎたりとか、なんかうねったりとかしませんか？結構そういうお客様多くて、で、だからちょっとあんまりここら辺切りたくないんだよねだったりとか、本当ここの顔周りだけ切ってっていう方が結構多かったんですけど、やっぱ熱くなってきたりとかしてね、こうアレンジした時にやっぱここあった方がやっぱ可愛かったりもしたりとかね、個人的にはね、もうマスクを外したら、外すようになったら、こう切っちゃって、もう遅れ毛を作って可愛くしちゃってもいいかなと思います。続いて2つ目なんですけれども、前髪の長さです。特に前髪切るときにこうマスクをされる方、基本的に皆さんやられてたと思うんですけど、気をつけてることがあって、前髪に癖毛がある方、やっぱね、こうマスクをしてると、こう自分の息だったりとか湿気で、ちょっとこううねって、前髪が上がっちゃうっていうことだったので、僕気をつけてたことが、ちょっと長めに切ってました、癖毛の方に関しては。なぜかというと、やっぱマスクをつけてる時間の方がいいので、ちょっとね、いつもよりも前髪が上がっちゃうっていう感じだったんで、長めに切ったんですけど、今後はね、マスクをつけなくていいってなると、上がることもね、めちゃくちゃ雨降ってて湿気があったりとかはあれなんですけど、そうじゃなければ、少しね、短めで切っちゃって、自分がこうスタイリングした時に楽な長さでやる方が個人的にはいいかなと思うので、マスク時代よりもちょっと短めに切ることがおすすめです。逆に直毛の方に関しては、やっぱこうね、スタイリングしても基本的に、例えば丸く丸めたりとか流したとしても、あまりね、こう湿気でこうそれがだれちゃったりとかして、普通にストレートで前髪が邪魔になっちゃうっていう方が結構多かったので、基本的にちょっと短めに切ってました、そういう方に関しては。で、スタイリングが落ちたとしても、崩れたとしても邪魔にならないぐらいの長さでやらせていただいてたんで、そういうふうなご提案をさせていただいてたんですけど、今後はね、そこマスクをつけなくて湿気が出ないということなので、基本的にちょっと長めで切ることをお勧めします。そうするとね、スタイリングした時にバランスがいい長さになるかなと思いますので、基本的に直毛の方は気持ちマスク時代よりも長めで切ることをお勧めします。最後3つ目なんですけど、顔周りにローライトを入れる、これ結構ポイントです。これどういうことかというと、やっぱマスクを外すことによって、やっぱりこう表情筋だったりとかをね、あんまり使えてない方も結構多かったりとかして、もうマスク外すの恥ずかしいだったりとか、やっぱりちょっと動かしてないんで、少しね、お顔がちょっと、マスクをされる前、コロナの前よりもちょっとね、こうなんていうんですかね、ふっくらしてる方も結構多いっていう風に聞きます。で、その時に例えば、ハイライトだったりとか、ちょっと明るめのカラーをされてる方っていうのは、ちょっとね、膨張しやすく見えたりもするので、個人的には顔周りの部分をこう薄くね、ローライトみたいなもので影を作っちゃう。そうすることによってね、こう小顔にこう見えたりとかね、顔がシュッと見えたりもするので、個人的にはローライトをおすすめしていってます。マスクを外しても結構快適に過ごせる髪型になるかなと思いますので、この3つよかったら覚えておいてください。はい、ということで、今日も、ご紹介させていただきました。またね、コメントだったりとか、SNS だったりとかで DM いただいたら、お悩み相談も受け付けてますので、ぜひね、お気軽にご連絡ください。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。